がです。さあこのがは何のシリーズのがでしょうか。携帯が違うんだよ、名前が。この状態だと名前が違うんだよ。あー、そういうこと、そういうこと。劇場版あって。はいはい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今回ですね、ちょっとある人に呼び出されてこの都内のスタジオに来てます。まあ、僕最近ちょっと動画ネタが、まあ、あまりなくてというか思いつかなくてっていうのをこう周りの人にねこう言ってたんですけど、まあ、そこである人からこう、じゃあ動画ネタを持ち込んできてやるよとね、お話が来て今日ここにいます。では早速企画を持ち込んできた方にちょっと来ていただいて説明していただこうかなと思います。こんにちは、ゲーミング MC の荒木みすずです。グリード君とはゲーム友達でいろいろと一緒にねゲームを楽しんだりしている仲なんですけれども、はい、今日ちょっといろいろと持ってきました。突然なんですが、私お笑いコンビ藤原さんが好きなんですよ。はい。で、藤原さんの YouTube チャンネル藤原超合金印をねよく見てるんですけど、その中にね、そのチャンネルの中で、プリキュア大好き芸人である原西さんに藤本さんがいろんなクイズを出してプリキュア愛を検証するっていう企画があるんですよ。これを見て、プリキュア好きなんですか？そうなんですよ。後からちょっと見てもらいたいんだけど、そこにヒントを得まして、はい、日頃からガンダムが大好きだと豪語するグリード君にいろんなクイズを出してガンダム愛を検証してみようと思ってます。なるほど。ガンダムどのぐらい好きですか？どのくらい、まあ動画とかで積極的に言い出したのは最近なので。最近好きなんですか？いや最近でも昔から熱がこう復活したの最近。あでもほんとちっちゃい3歳4歳頃からずっとガンダム自体は好きで、ガンプラ、プラモデルいっぱい作ったりとかはしてます。じゃあ何が来ても大丈夫ですね、どんな検証されても。まあ宇宙世紀っていうその作品メインだったら言い訳始まった。だったらいやもういっぱいあるから。そうね、いっぱいあるから。いっぱいあるから、うん、今日はね3本立てで企画を持ってきましたので、まずはその1本目いきたいと思います。ガンダム愛検証その1、グリードはガンダムのガの文字だけでシリーズを当てることができるのか。待って、どういうガンダムっていっぱいシリーズがあって全部ロゴがありますよね、はい、実は全部ガの文字が違うんですよ、ロゴ一つ一つで。タイトルの、そうタイトルロゴ、タイトルロゴですね。そう、はいはいはい、そのがだけを見てこのシリーズは何々と言い当てることができるのかという。まあどうだ、いけ。原西さんはねプリキュアのプだけで言ってました。あ、じゃあかモロパクモロパクリモロパクリです。まあモロパクリというか、そう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 、まあ、オマージュですね、オマージュ、リスペクト、好きだから、はい、じゃあ早速問題出していきますので、分かったら本当はねガンダム好きを集めて3人くらいでやりたかったんですよ、はい、でお友達がいないから一人でこれは。友達がいないけどガンダムも好きだと。では早速クイズを始めていきます。問題を出して答えが分かったらこれを勢いよく押してください。どうぞ一回練習。いいですね、番組っぽいですよ。これちゃんとやったらこうやってね下ろしてもらわないと。分かりました。では第1問こちらです。ガです。さあこのガは何のシリーズのガでしょうか。でも赤色でちょっとポップなやつは、もう今と候補2つ印刷してきたんですね。ちょっとそうだね、ロゴをこう切り取って、はい、しっかりとこう拡大してスムーズになるようないろいろ加工をして用意してきました。じゃあ押します。ハイブリードさん、ビクトリーガンダムかな、 V ガンダムかな。当たりです。おーさすがですね、第1問難なくクリアしました。はい、第2問こちらのガは何のガンダム。ちょっと全然わからない。そう、青い色だよ。全然わからない。青い色って結構そんなに多いわけじゃないから。いってみよう、いってみよう。いや、最高。いやーって、青だったかな。グリードさん、いやガンダム X。 おー正解、すごい。やっぱそうか。え、何と迷ってた。いやなんかその辺に公開された、その年代に公開された、うん、まあ、ガンダムシリーズが、まあ、なんか似たようなそのフォントの色とか雰囲気だから、うんうん、素晴らしい。もうダメかと思った。じゃあ続いていきましょう。もうダメかと思った。
これ簡単ですよ、めちゃくちゃこれ簡単、サービス問題です。あ、はい、こちらの側は何でしょうか。はい、ガブローですね。ありがたいです。これは分かりやすいですよね。これ分かりやすい、ね、サービス問題でございました。これはじゃあ、第4問いきます。この側は何のが、はい。間違えたら、間違えたらやばい。いっぱい間違えたら罰ゲーム。私が判断します。いやー、でも、赤だった。どうぞ。ゼータガンダム。おー、正解。おー、すごい。わかるんだ。そう、赤にその青いちょっと影がね、こう後ろについてるっていうのがポイントですね。本当になんかそんな、正直ロゴはそんな覚えてなかったから、本当に直感っていうか雰囲気で覚えてる。で、次めちゃくちゃ簡単です。もう本当にサービス問題。はい、こちら、このガは何のガでしょうか。ちょっと待って、こんなに特徴的なガ、そんなないですよね。これ僕はあんまり好きじゃない、好きじゃないけど、蚊が好きじゃないって、好きじゃないって言ったらちょっと怒られちゃうから、あんまり好みではない、うん、これはもう好みではない。でもその形は、この形相当、はい、どうぞ。なんだっけ、ビルドファイターズ、え、こんなこと言って、ビルドファイターズじゃない、ブブーン、ガンダムビルドダイバーズでした。ダイバーズか。はい、一間違い。うん、なるほどね。やっぱりあれね、ちゃんと見てないやつは、いや、やっぱりどうしても記憶が、いや、もう僕は好きなの宇宙世紀なんで、そうなんですよ。それ分かってて、でもロゴ集める中でやっぱりこういっぱい種類集めなきゃって思うとね、こういうとこまで入ってきますんで。じゃあ気を取り直して次いきましょう。さあ、このガはどのガンダムのガでしょうか。間違えたらね、さすがにね、うん、初代ファーストですね。機動戦士ガンダムですね。正解です。よかった。何この間。いやいや、あの、これ間違えられるとちょっとね、あの、さすがに企画がもう終わりかなと思って、うん、安心しました。続いてはフォント問題です。ガンダムと書かれていますが、こちらものすごくね、印象的だと思います。黒い背景に赤の文字で、このゴシック体でね、機動戦士ガンダムと書かれている。したら黒で、どうぞ。ジオリジン。正解です。嬉しい。いいよね、ジオリジン系が黒で、まあ確かに本当にね、これです。これで分かりやすいかなと思いました。じゃあ続いていきますよ。続いてはこちらのロゴです。フォント問題、これで最後です。これみんなね、あって思った人いると思う。あ、分かるって思った人いると思う。宇宙世紀。ね、ヒントはですね、この解像度の高さです。解像度が高い、まあ、新しい、うん、でも多分そんな雰囲気だったと思う。どうぞ。閃光のハサウェイ。残念。違う、うん、あなたガンダム好きなのに最近のニュース見てないんですか。あ、そういうこと。いやー、これ新しすぎて分かんないでしょ、これは。じゃあ言ってて。水星の魔女。当たりです。はい、5年ぶりの新作アニメとなる水星の魔女がですね、10月から放送開始ということで。あれ、これ待って、宣伝。違うよ。 PR 配信。 PR 提供。いや、でもね、とってもね、綺麗なフォント書体だなと思って、ガンダムの中でも、なんていうのかな、女性らしさのある、なんかしなやかなね、印象を受けるゴシック体でもないという感じが良かったなと思って、ちょっと採用させていただきました。ということで、フォントでね、見ていくのはこれでラストとなりまして、こちらは何のシリーズでしょうか。ちょっとね、決めることがめんどくさくて、うんまで入ってます。ガン。いやー、そんなロゴ、そんな覚えてないからな。でも、原西さんは全部当ててました。でも今まで出てきたもので結構絞られてきてませんか。どうぞ。ゼータガンダム。ゼータ先に出ましたよ。あ、出た。あれ、言ったっけ。ゼータ出たよ。あ、残念。もう、あれ、ガンダム好き。あ、正解。やっぱ G ガンダム。いや、 G ガンダムだよ。G ガンダムでもダメだよ。 G ガンダム。いや、編集点作ろうとしてるけど一回間違えてるの私も知ってますからね。これをね、ゼータって言いましたよ。ゼータ一回出たのに。検証その2に行きます。今度はガンダム愛検証シルエットクイズです。あー、簡単だね、これね。もう機械大好きだからね。モビルスーツ、モビルアーマー、はい、なるだけその第何形態とか
そういうのは入れないようにして、はいはい、まあ、ややこしくなっちゃうから、まあ、基本的にはもう分かりやすい特徴的なものを用意しました。あと私がね最初にガンダムって全部一緒じゃんって言って全然違うよって言いましたよね、はい、ぜひ当ててください、そのガンダムの違いを。はい、はいはい、こちらは何でしょうか。もうちょっと色が色がちょっと違う、色が時間なかったの、ちょっと切り抜きがね雑なんだけど、はい、はい、ユニコーンガンダムのの、いやのって言われたらいいし、なんかカラバリュー、あれ形一緒、あデストロイモード、正解です。びっくりした、まさか1号機2号機3号機を言うのかと思って。いやでもやっぱりこれ分かりやすかったですよね。こちらはどうでしょうか。はい、はい、ゼータガンダム、正解です。やっぱこれ早いね。はい、続いてこちら、まあ、はい、ニューガンダム。すごっ、 なんでわかる。いやもうこの V アンテナが4つあるのとビームサーベルが1本なの。あ、ここですね、この顔からつけてるのが、はい、突然のあれはいいものですね、俺は、はい、ギャンですね、はい、突然にねこういったものも入ってきますので、でこちら、さあちょっと F91、 なんでこんなわかるの、 何がどう、なんでわかるの。そうで、ここ肩、そう、ここで飛び出てる放熱フィンですね。はあ、はい、早っ、うわじゃあ続いてこれはなんだ。あー、まあ2本、これ多分ビーム砲2本がガプスレ、はい、うわすごい、なんでわかるの。え、ゼータガンダムの、はい、はい、すごいです。じゃあこれはどうだ。あ、ほら角が長くて、うん、片方だけショルダーがつい、あ、でも縦がない。ケンプファー、うわすごい正解、ポケットの中の戦争からでした。どっちで悩んだの。いや、ちょっと記憶が、これトゲトゲ、あ、正解の図はちょっと あーでしょ、そうだトゲトゲ左だけだったか、取れました。さあ、続いては、はいこれはもう、V2 ガンダム、すごいマーク2、なんでわかるの、どこでわかった。いやもう一緒やん、フォルムが、いやもうアンテナツイートってなんかこうシールド持ってる、シールド、はい、ひねらずいけば、ザクキャンの正解です、はい、すごい。まずザクと見分けるのは、ザクですね、あ、これだ、そうじゃなくてまずザクポイントは、まあ、足とか、足とか、と頭と肩、肩のこれとか。でもちょっとやっぱザクキャノンは形ね、ノーマルとは違うかなと思ったんだけど、まあ、カラーリングは確か、うん、多分茶色とかグリそういう系、ハイザックザックに強すぎる。いや、え、わかる、これでだけわかるの。ハイザックです、どこでわかるの。まあ、足が太いのと、うん、このだいたい足太い、バックパックが、うん、ここが長い、うん、私はハイザックが作りたいですよ、ハイザックプラモデル、プラモデルが作りたいです。ハイザックはちょっと昔、ちょっと古いキットしかない。さあ、今日サービス問題なんでガンダム、はい、はい、ガンダム、はい、はい、まあ、詳しい機体名で言うと RX782 ガンダム、はい、正解でございます、はい、くそー、もう頼むよ、外してくれよ。おおお、いい反応、これは、うん、ユニコーンとダブルゼータ2点出るな。どうぞ、ハンマハンマ、正解です。やっぱこう特徴的だなと思って、で名前もねみんなの印象に残りやすいなと思ったのでちょっとチョイスをさせていただきました。ハンマハンマね、ダブルゼータですね、ハンマハンマ、これタイプがいっぱいあるけど、ヤクトトーガすごなんで、ちょ、これは何で見分けたの。いやもうこれは見た目がもうファ、ここにファンネルがあるし、うん、はい、特徴的、学者にも出てきますね、はい、あれね、あれねゾゴック、正解です唐突にこういうのが入ってくる、ゾゴック、ゾゴック、ゾゴック、はい、携帯が違うんだよ、名前が、この状態だと名前が違うんだよ。
あれであれ、やべ、ド忘れ、これは本当ド忘れだ。絶対知ってるし、言ったこともあるはず。言ったこともありますね、うん、はい。ペーネロペの中身ね。言っちゃうね。いや、言っちゃう。もう言っちゃう。正解だ。いやー、これは悔しい。いや、言ったことあるもんね。オデュッセウス。あ、それオデュッセウスだよ。なんで出てこなかったんだろう。いやー、これ知ってるし、うん、見た目もわかるのに。うん、ど忘れだな、急に。しかもちゃんと言葉にしたこともね、あるのにっていうことですね。いや、これなんか、黒にされると出てこない、名前が。じゃあ次。イラストで見ればわかるんだけど。本当？オデュッセウスって。そうだね、シルエットクイズ。まあでもほぼほぼ正解ということで、見事でした。最後はですね、ガンダム愛犬賞その3、うん。これって何のくくりでしょうかというクイズをやっていきたいと思います。知識がね、全体的な知識が必要となってくるんですけれども、まずね、例題としてこういうことかっていうのをね、ちょっとお伝えしたいと思います。じゃじゃん。これって何のくくりでしょう。まあこれ初代。あ、そう、初代の中からこれはちょっとファーストより、出てくるキャラクターで、はい、何のくくりでしょう。何のくくり、うん、そのいろんなニュータイプ。ああ、正解、はい、まあ、そういう感じのことです。あ、そうそうそう、存在ごとにも違うくくりってことですか。はい、うん、まあ、これもね、藤原さんリスペクトでみたいなものがあったので、はい、パクリパクリ違う、リスペクトオマージュ。じゃん。これって何のくくりでしょうか。セーラーマス、キッカ、北本、ハロ、そしてファムボー。こちらフラウボーのお母さんです。待って、ハロ、うん、ハロなんでハロが出てくるの。ハロ、こちらはなんと声優さんが同じです。あ、井上陽さん。なら確かに、あ、そういう視点から、そういう視点もあります、まあ、最初はね、ちょっとそうやって一緒に考えながら、そういう視点もある。でも驚きじゃない。はいはいはい、そうそう、ね、言われてみれば、キッカも、はい、そうそう、ハローも、そしてセーラさんまで。じゃじゃーん。はい、これって何のくっくり。もう最大のヒントを言うと、15話を入れてしまうと分かるって。ああ、そういうこと、そういうこと。劇場版、あ、待って、はい、劇場版でカットされた。正解です。そうそう、か、私知らないんだよ、劇場版の方をね、メインで見てたから。そう、ね、おう、だから15話入れちゃうと分かるかなと思って、ちょっと一応言えなかったっていうことだけど、怒涛のファーストシリーズだ。はい、はい、みんなファースト好きだよね、やっぱね。これね、男の子なら当ててほしい。いくつの時にファースト見ました。4歳3歳。ちょっと早いな。3歳にはちょっと早い。まあ、もちろんその後何回かね。本当、ドキドキしたんじゃないかな、巻き戻したりしたかもしれない。待って、シャワーシーンがある。正解です。上からこれシャーです。上は痛かなと思ったけど、シャーのシャワーシーンは、まあ、それは飛ばして、次続いて未来さん、未来さん、フラウ、そしてセイラさん、当たりです、ね、ちゃんと覚えてんじゃん。シャワー、まあ、そうです、シャワー。私はジオリジンでもシャワーのシャワーシーンは好きでしたよ。なんか当時は、うん、あれですね、劇場とかその、うん、もちろん YouTube とかはなかったから、うんうん、そのシャ、あのセイラさんのシャワーシーンを見に行く人がね、いっぱい、ね、いたらしいですね。まあちょっとね、そういった印象もあるような、ちょっとね、文字ちっちゃくなるかもだけど、シャーズナブル、セイラマス、ジェリルメサ、エルビアン、ソシビアンの、そしてケーラス、ベルトチカ。髪の毛の色、正解、金髪です。金髪キャラクターです。じゃじゃーん。これね、絶対分かんないと思う。すごいとこ出されたなと思う。アムロレイ、キシリアザ、ミハル。ミハル、これはね、ファースト内でのお話です。あんまアニメ内の話じゃない、もしかして。そう、から外に出て、外の話か、うん、めっちゃ外の話出てくるな。声優さんの話。え、声優どうぞ。いや、ガンダムが初めての声優、オーディション受けて初めての声優作品。そのくくりがそうなのかわからないんですけれども、正解は、ファーストガンダム内での声優同士と結婚。あ、結婚の方か。結婚の、何となくあった。うん、結婚は、はい、結婚かちょっとどっちかで、アムロとキシリアさんが後に離婚しました。アムロとミハルさん、アムロは再婚です。で、シャアとマチルダさんはすでに離婚してますということで、やっぱり一つの作品の中でね、こう作り上げていくと、そういった愛を奪えたりするということですね。いや、結婚は、うん、どっちかだな、どっちかっていうか、まあ、ちょっと知らない、うん、ちょっと下の方は知らなかったけど、
ということで、これって何のくくりというものかちょっと豆知識トリビアが多かったかなって思います。もっとモビルスーツの型式番号とかストーリーの、いやいやいや、そんなの勉強しちゃうじゃないですか。いやもっともっとそっちを、そんなの勉強しちゃうから、まあ、ということで、なんか第3問目に関してはまあ本当にいやファーストのおじちゃんが作った問題だね。はい、本当に問題聞いた方がね、ネタが上なんで。でも見事したのニューヨークシーンが当たったのでさすがです。じゃあ最後にね、ガンダムの名言で何か締めてください。すごい無茶ぶりだな。今の心境にぴったりのことがあるならば、サボテンが花をつけている。世界一甘いと言われているお菓子グラブジャムンと、ギネスに載っている世界一酸っぱいと言われている梅肉、梅の肉エキス、そしてとっても辛いと評判のわさびのお菓子。私ね、唐辛子で辛いじゃダメなんだけど、わさびだったらいけるかなと思って。でもなんか甘いだけじゃない匂いがする。あー、後から来るなこれ。甘さはいいけど、なんだろう、シンプルに美味しくない。ドーナツがびちょびちょで、お前さん温めたらどう。うわー、これ温めると狂気だ。いや、ちょっとそれビビりすぎやって、ちゃんともうちょっといこう、もうちょっといこう、もうちょっといこう。プルーン、ミキプルーンだ。ミキプルーンをめちゃくちゃ酸っぱくしたやつで、だからこれを美味しく感じるってことは体が今多分汚れてるんだと思う。ほんと好き。大丈夫って聞いたからさ、だから普通に辛いのまず持ってこなかった、その唐辛子的に。これ一番いいやつ取ってきちゃった。これ